皆さんこんばんは、リンリンです。本日は丁寧な暮らしをするアラサー女子のナイトルーティーンをお届けいたします。私は健康に気を使っているので毎晩しっかりと体を動かします。おかげさまで体重は増えていくばかりです。明日は彼氏ができるかもしれないのでイメージトレーニングも忘れません。あ、そっか、動物園だったよね。一通りの日課を終えたらお風呂に入ります。私は大人なので毎日お風呂に入ることを意識しています。お帰りなさい。お風呂から上がったらスキンケアをします。その後髪の毛を乾かします。ここでは今日も一日ありがとうと愛情を与えてあげることがポイントです。あとさっき使ったこのオーガニックシャンプーなんですけど、今まではオーガニックって独特な香りがするイメージで、でもこれ私も好きな香りでめっちゃいいですやん。オーガニックですって、私めっちゃいい女ですやん。しかも髪がキシキシにならないのも最高やん。毛量が多い私の髪もあら不思議、しっかりまとまりました。それでは髪もサラサラになったところで今日という日に幕を閉じます。今日はとっても楽しかったね。明日ももっといい日になるよね、リホちゃん。